改めまして、こんばんは。戦争をさせない、戦争をさせない、救助を壊すのは総和解行動実行委員会です。今6時半ちょっと前ですけれども、ここから7時半まで、ぐらいまで私たち総和解行動実行委員会がこのマイクを担当します。それ以降は学生の皆さん、若い人たちが、引き継いでくれるということです。この1時間、一緒に頑張っていきましょう。まず、民主党の、岡田党首がお越しになりましたので、ご発言をお願いします。よろしくお願いします。岡田、岡田しっかりせよ。皆さん、こんにちは。こんにちは。民主党の岡田克也です。今日は本当にありがとうございます。皆さんの毎日毎日のこの応援の中で、今日は安倍総理は強行採決に追い込まれました。このまま審議を続けていたのでは、どん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 法案に対する反対の声が増える、そういう中で早く審議しないとまずいという、そういう誠に情けない、そういう中での今日の強行採決です。皆さん、これからが本当の戦いの始まりです。国会の会期末まであと2ヶ月しっかり戦い抜いていく中で、この憲法違反の法案安全保障法制撤回に追い込もうじゃありませんか。議論すればするほど、この存立危機事態、曖昧で総理大臣が赤いようにでも発動できる戦争を始めるかどうか、武力行使をするかどうか、その要件が存立危機事態の認定です。ここで総理の答弁は二転三転している。こんな危ない法案認めるわけにはいきません。皆さん、お互い力を合わせて、この間違った法案を撤回させ、憲法の平和主義しっかり守り抜く、そのために力を合わせようじゃありませんか。どうかよろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん、お疲れ様です。岸山田穂子です。すいません、もう連日で声が枯れてしまって、いつものようにはいきませんが、今日強行採決されてしまって本当に怒りに燃えています。声が枯れていますが、皆さんと一緒に大きな声で国会に怒りの声を叩きつけていこうと思っております。それでは共にコールを上げていきましょう。強行採決断行糾弾、強行採決断行糾弾、強行採決徹底糾弾、安倍政権は今すぐ退陣、安倍政権は今すぐ退陣、今すぐ退陣、今すぐ退陣、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 戦争法案今すぐ廃案、戦争法案今すぐ廃案、今すぐ廃案、今すぐ廃案、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 安倍政権は今すぐ退陣、安倍政権は今すぐ退陣、安倍政権は今すぐ退陣。
今すぐ